道僚道跡とは、東京都八王子市、槍水の現在の大塚山公園内にある絹の道に関連する文化財である。道僚道跡へ続く参道1874年に、槍水商人が浅草花川戸から道、両村を誕生したことが始まりである。1875年には、道僚道が建立され絹の道の中継地として栄えた。 1908年に横浜鉄道が開通するときの道が衰退していき、1963年9月10日に道森の女性が殺害された事件があって、以降、無重となり、道具が後輩。1983年には、不審火による火災で道具が焼損したため、八王子市によって道領土は解体された。その後、旧道領道境内は1985年に、 八王子市が策定した四指定史跡、絹の道の保全と環境整備を目的とする基本構想に従い、1990年9月に大塚山公園として整備された。大塚山公園から絹の,の道資料館までの未補送区間は文化庁によって歴史の道百選に選定されている。大塚は槍水の旧正寺である。 階段を登ったところにある2基の灯籠は1890年に作られたものである。稲川順地による首なし地蔵の階段で舞台になった場所でもあるが、実際は絹の道や尾根道をたどるハイカーが多く通過し、チワワが散歩するような場所である。ただし夜間は照明が乏しいため、転倒などの事故に注意すべきである。ありがとうございます。